村中理子は日本の医師、ジャーナリストである。言論活動には村中理子を用い医師としては本名で活動している。本名は中村道子。風の医療社会学者、外資系製薬会社の疫学調査担当ディレクターを経て、ペンネームでフリージャーナリスト活動を行う。京都大学大学院医学研究科芸ノム医学センター非常勤講師。 2017年ジョン・マドックス賞受賞。社会学修士。東京都生まれ。一橋大出身の探検家で、下界の関野義春の本を読んだのをきっかけに、一橋大学社会学部に進学。在学中は中東などに一人で訪れ、国際社会学の梶田孝道教授のゼミに一期生として参加。1995年同学部卒業後、 一橋大学大学院社会学研究科国際社会学専攻修士課程修了修士6年間札幌へ行き北海道大学医学部医学科卒業医師免許取得後世界保健機関に主体い平洋地域事務局振興最高感染症チームでアウトブレイクサーベイランスやパンデミック対策に従事感染症に関するインターネット報道をモニタリングする 噂の監視業務や医療社会学者の方書きで鳥インフルエンザのアウトブレイク後のカンボジア農村調査などを行った。日本に帰国後、小児用肺炎球菌ワクチンを取り扱う外資系、製薬会社のディレクターとして2年間勤務、肺炎球菌の疫学調査に従事する。発症率を見る疫学調査を沖縄県と北海道で実施し、調査結果を学術論文にまとめ、 同社退職後に学会や専門誌で発表。この調査研究は厚生労働省の反研究に引き継がれ、ワクチンは日本に導入され、定期接種にも定められている。2009年の新型インフルエンザの流行を機に、世界保健機関の仕事を挟んでから、大学時代の友人である新聞記者にメディア関係者の懇親会に招かれたのを機に、ペンネームのフリージャーナリストとなる。 2014年の西アフリカエボラ出血熱流行の際にはバイオセキュリティの観点から論考を発表し、読売新聞の回コロンダ2014で国際政治学者の遠藤寛北海道大学教授による論考参戦の一本に選ばれた。2016年京都大学大学院医学研究科非常勤講師。2017年11月。 日本の HPV ワクチン接種率が70%から1%に激減する中、ワクチンについてのご情報を指摘し、安全性を問いたとして、ジョン・マドックス賞を日本人として初めて受賞した。HPV ワクチン副反応関連報道、HPV ワクチンが引き起こしたとされている激しい副反応について2014年から取材を開始し、2015年から ウェッジの紙面やウェブサイトで主張を展開した。村中は多くの小児科医や精神科医によれば子宮頸がんワクチンが導入される前からこの年齢のこういう症状の子供たちはいくらでも見ていたとしてワクチンによって患者が生まれたのではなくワクチンによって思春期の少女にもともと多い病気の存在が顕在化したと主張した。また、 村中は、HPV ワクチン薬害説がエビデンスを無視していると、西岡久都市日本セ維筋金通学会理事長、横田俊平元日本小児科学会長、黒岩義師日本自律神経学会理事長を批判し、薬害騒動が日本から世界に波及することを懸念し、メディアや厚生労働省に対する批判を積極的に言った。とりわけ、池田修一新州大学第3。 内科教授兼医学部長兼副学長らが厚生労働省の依頼を受けて2016年3月16日に発表した研究成果に不正があったとして雑誌記事上で批判した。これを受け厚生労働省はサイトに見解を掲載した。同年9月1日、新州大学は調査委員会を設置し、同年11月15日、調査委員会は調査結果を公表した。 調査委員会は、研究には、鉄造や改ざんなどの不正行為は認められなかったと、する一方、マウス実験が、核ワクチン1匹のマウスを用いるなど初期段階の、ものであったにもかかわらず、実験結果を断定的に表現した記述や、不適切な表現が含まれていたことで、科学的に証明されたかのような情報として社会に、広まり混乱を招いたことについて、 研究者3名に猛省を求め、研究成果の発表の修正と検証実験の実施とその結果の公表を求めた。浜田周博新州大学長は、不正行為は認められなかったとの報告を受けました。しかしながら、調査対象となった研究者3名は、実施した実験内容が初期段階のものであったにもかかわらず、確定的な結論を得たかのような印象を与える。 発表を研究成果報告会やマスメディアに対して言っていましたとコメントを出し、厚生労働省は池田藩へ研究費を補助しましたが、池田氏の不適切な発表により、国民に対して誤解を招く事態となったことについての池田氏の社会的責任は大きく、大変遺憾に思っておりますという見解をサイト上に掲載した。 名誉毀損訴訟とバッシング2016年8月17日、池田側は雑誌記事が研究成果を鉄造だと断定したのは名誉毀損で、あるとして東京地方裁判所に村中及びウェッジを発行するウェッジ社元編集長の大江の博に対して訴訟を起こした。池田側は損害賠償や謝罪広告の掲載と記述の削除を求めている。村中は 公日のジョン・マドックス賞の受賞スピーチの中で被害者団体の講義がメディアの編集部や出版社の株主の社長室や株主の会社に影響力のある政治家のところにも及び元東京都知事の娘で被害者団体と親しい NHK プロデューサーが村中の住所や職場や家族構成といった個人情報を得ようとし自身と家族には 山のような脅迫メッセージが届いたと述べている。また、連載中だった村中の記事はすべて打ち切られ、観光予定の著書の出版も中止され、その後日本を代表する八つの出版社に断られたが、九番目の出版社から観光予定であると述べた。著書は2018年2月に平凡社から出版された。守れる命を守る会が裁判の訴訟記録を公開している。 同会では、厚生労働省が録音不可としていた厚生労働科学研究事業成果発表会の録音資料が公開されており、入試経緯について同省から問い合わせがあった。これに対して同会は、同発表会は公共性が高いとした上で、入試経緯を公開することは、同会の活動に支障が出る恐れがあると回答し、同発表会の情報公開を求めた。 2019年3月26日、東京地方裁判所は村中とウェッジ社側の名誉毀損を認め、計330万円の損害賠償を命じ、発行元のウェッジ社には記事の一部削除と謝罪広告の掲載を命令した。東京地裁は池田が研究結果を絶造した事実は認められず、村中とウェッジ社側の取材は不十分だったとした。同年4月8日、村中は 判決を不服として控訴した。一方、ウェッジ社は判決を受け入れ、330万円全額を賠償することとして、同年4月19日、ウェブサイト上の記事を一部修正し、代表取締役エジリ料のお詫びを掲載し、池田修一氏が厚生労働省の研究班の研究活動において、別蔵行為を行ったとする誤った内容の記事を掲載したことで、 池田周一氏の名誉を著しく傷つけ、多大なるご迷惑をおかけいたしました。ここに謹んでお詫び申し上げますと述べた。紙媒体では、ウエッジ2019年6月号に池田周一氏に対するお詫びを掲載した。控訴審では、2019年8月28日の第1回公判を経て、同年10月30日、東京高等裁判所は判決で、 村中の名誉毀損を認め、損害額を一審と同額の計330万円と認定した。東京高裁は池田に研究成果の捏造の事実は認められないとし、村中の取材不足を指摘した。一方、ウェッジ社側が控訴せず、賠償金支払いや謝罪広告掲載などを済ませたことから、共に連帯債務を負う村中の債務は消滅しているとして、 一審判決の村中敗訴分を取り消した。同日、判決後の記者会見で、村中は、上告申し立てを行う方針を明らかにした。上告定期及び上告受理申し立てを受けて、最高裁判所は2020年3月9日、いずれについても、却下の決定を下した。ジョン・マドックス賞、ジョン・マドックス賞受賞式に出席した、村中2017年11月、 日本の HPV ワクチン接種率が70%から1%に激減する中、ワクチンについてのご情報を指摘し、安全性を問いたとして、ジョン・マドックス賞を日本人として初めて受賞した。ロンドンの受賞式で村中は受賞スピーチを行った。日本の報道メディアでこの受賞を伝えたのは当初、バズフィードジャパン、東洋経済オンライン、新聞では、 北海道新聞と産経新聞に留まった。その後、12月18日に厚生労働省で記者会見が行われると、東京新聞や朝日新聞でも受賞が伝えられた。村中は受賞式のスピーチで、北海道大学の産婦人会が、僕たちだけあと、どのくらい支給を掘り続ければいいんですかと発言したと語り、当該発言は、 村中の著書の冒頭にも掲載された。これに対して、一般社団法人ウィンド代表理事の桜木則明、北海道大学名誉教授は、同法人公式ウェブサイトで声明を発表し、産婦人会の発言は2017年8月21日に、北海道大学医学部小児科教室が開催した、村中の講演会においてのものだが、医師は、取ると発言したのであり。 ホルトは述べておりません。ホルト発言したという村中氏の指摘は事実と異なります。ホルトというのは医師が女性への敬意を欠いて臓器を扱っていると誤解されかねない表現です。この点について東方人が何もコメントをしなければ医師と東方人の名誉と信用が既存される恐れがあるため本 HP でこれを指摘させていただきますと述べた。 村中の言論活動に対する評価週間金曜日の野中大樹編集長は HPV ワクチン被害を訴える少女に LINE を通じて取材を申し込んだことについてプライバシーの侵害などと批判した。ジョン・マドックス少女賞に関連してコンピュータ科学者の坂村健東洋大学情報連携学部長は批判した相手から訴訟を起こされながらもこのワクチンは危険だという 常識に疑問を呈する発信を続けた村中氏の受賞は大きいと評価した。国際政治学者の三浦隆麗はメディアの副反応関連報道を批判しつつ科学者として名誉ある賞の一つを受賞した村中氏の活動とそこに与えられた国際的評価を新聞やテレビはきちんと取り上げて叱るべきだろうと論評した。 生科学者でジャパンスケプテックス監査委員の平岡、氏元教林大学保健学部准教授は、村中は、佐読を通過した反対派の論文を無視して、所定の科学的基準で検出されなかった、副反応は、実際にないと負けずに主張するだけ、で、裁判でも何が劣造だったのか、具体的に言えていないと批判し、村中のジョン・マドックス少女賞に伴うネイチャーの、 権威が副反応を否定、軽視の根拠として利用されることに懸念を示した。なお、平岡は、HPV ワクチン、東京訴訟支援ネットワークの一員であることを公表している。小説家で政治家の田中康夫は、水俣病患者が認定されたのに、東大医学部は因果関係がないと言い続けた50年以上、前の話と村中は同じになっていると指摘し、 評論家の浅田明、京都造形芸術大学大学院、芸術研究科教授も、村中のように苦痛を訴えている人を、心身症だとか、非科学的と言っているのが非科学的で人々の気持ちを無視してはいけないと指摘した。バズフィードジャパンの岩永直子記者は、村中のジョン・マドックス少女賞をいち早く報じる。一方、名誉毀損訴訟の東京地裁判決を処方する記事で、 村中の取材方法に関して、結果的に回答を拒否されるとしても、疑惑を追求する相手に、疑惑の内容をぶつけて、本人の見解を正す努力をするのは取材者として、基本的な手続きだと述べた。ロンドンスクールオブ、ハイジーントロピカルメディスンで、ワクチンコンフィデンスプロジェクトのディレクターを務める人類学者のハイジラーソン教授は、東京地裁判決を報じる記事の中でコメントし、 大切なことは、メディア報道が判決の要点をねじ曲げず、池田医師の科学が勝利したという意味を持たせないことで、あり、負けたのは村中医師のやり方や言葉であると述べた。守れる命を守る会は、本女優、木下克幸、吉川博之、上川明、岡野久志をはじめとする複数の医師からの、村中の科学に基づく言論活動を評価するコメントを掲載した。 ありがとうございます。